まずはホームの鹿島、ゴールキーパー早川です。ディフェンスは能の上田、関川、安西の4バック、中盤の中央に知念と佐野、その前に樋口、名護、仲間、最前線に鈴木が入ります。対する湘南です。ゴールキーパー孫凡軍、鈴木優斗、大岩、金民邸、畑の4枚です。中盤は池田、高橋、バラダ、平岡、前線はルキアンと福田、この2トップと予想しています。さあ連携して右サイド、クロス送る、ファーでヘディング、仲間合いませんでしたが、いいシーンでした。良いボールだったと思いますね。はい、樋口のボール、これも中央へ、鈴木が落として奪った湘南、さあカウンター、2対2、ドリブル、福田、福田行く、パス選択、鈴木優斗、キーパー出る、鈴木優斗折り返し、早川キャッチ、少し流れましたね。湘南はカウンターからゴールに迫ろうというシーンでした。関がつきます、鈴木からバララ、右に広岡です。鈴木優斗、クロスボール、ファーでヘディング、これでルキアン、湘南は惜しいシーンでした。ゴール前にはルキアンがいます。まあ、最後の鈴木優斗のクロスの質と中にしっかり3枚4枚入ってましたから、はい、良い攻撃だったんじゃないかなと思いますね、湘南の方は。名護の右足、ニアフリック、競り合って落としたボール、仲間、浮き球、シャブリッチ、鈴木優馬、鹿島先制、50分ホームチーム先手を取りました。鈴木優馬、2試合ぶり、今シーズン4ゴール目。まあ、2人のやっぱ高さですよね、上のボールを使いながら、まあ、これもアバウトというよりもしっかりシャブリッチは鈴木優馬のポジション見てたと思いますし、まあ、頭でのパスですね、まあ、これぞ鈴木優馬ですね、見事ですね。名護右足、ゴール前、鈴木優馬、セットプレーから鈴木優馬、今日2ゴール、鹿島に追加点が入りました。見事ですね、ゴール前に鈴木優馬が入っています。まあ、鋭いボールでインスイングでゴールに向かってくるボールですけど、落ちた場所に対して鈴木優馬がしっかり入ってますし、まあ、最後は優しくインサイドで面作りながら、見事なゴールですね。これが山田、ご覧の交代です。池田と高橋が下がって、山田、杉岡投入です。クロスボール、ルキアンいる、あれ杉岡、バラダ拾ってスルーパス、山田折り返し、キーパー平川です。ですぐにフィード、鈴木優馬で、中にはチャブリッチ、鈴木優馬中央へ、チャブリッチ、カウンターから鹿島3点目、チャブリッチ今シーズン3ゴール目、ロングカウンター仕留めた鹿島、鈴木優馬からチャブリッチ、大きな3点目が入っています。文句なしですね、見事です。鈴木優馬しっかり収めて、何回顔を上げましたね、1回2回動き出ししっかり見ながら、チャブリッチ見事ですね。まあ、一つ一つのこのプレーの繊細さ、つながりましたよね、見事です。前節は3点のビハインド追いついた湘南、現状リーグ戦は8試合勝利なし、ルヴァン含め公式戦9試合勝利なし、そこを出したい湘南です。浮き球入ってくる、山田、石井のシュートこぼれている、福田が詰めた、湘南1点返しました。
これで福田は直近公式戦5試合で4ゴール絶好調です。まあ、鈴木優斗のところから一工夫あってボックスの中で人かけましたし、まあ、山田のうまさとボールの渡し方、まあ、よく詰めてましたね福田もね。中5枚福田サポート杉岡、ここでホイッスル、試合終了。3対1勝ったのは鹿島、今シーズン2回目の連勝、そしてホーム4連勝です。